楽しいうちを恨むじゃないが、何の因果で怪盗ヤクザ、バンバの旅がらす。軒の雫が頬に落ち、まぶた濡らしたそれだけよ、一目会いたい。名乗りがしたい、幼な心の夢一つ覚めて、悲しやいえいえ老人人の妻でも子を持つ身なら、通う情けも血もあるもの、たとえわらじの紐が切れたって、親子の縁は切れることがあるもんか。何が情けねえだ、出直せだ、呼ばれたって二度と来るもんか。おいらのおっかさんは、おっかさんはこのまぶたの中にいつだっていてくれるんだ。なんで今さら肩身になれと叱るつもりか、水くまあかり、じゃねえけど。